はい、皆さんこんばんは。中洲のマスターです。本日も自分の症状図の対局動画を紹介します。試験美写よろしくお願いします。今回自分の試験美写に対しお相手の方のミレミアム囲いでの一局となります。今回ミレミアムに対してはこちらは美濃囲いに組み、その後高美濃囲いにして、そして7八銀を6七銀、そして5八金とする5八金型でいきたいと思います。今回ミレミアム対策に対して高美濃囲いプラス5八金型の形は井出純平先生の著書である試験飛車至上主義の本に書かれてますので、詳しくはそちらの方を読んでいただければより詳しく理解できるかと思います。高美濃囲いプラス5八銀型はとても防御力が高く、そして広いため、ミレミアムの硬さに対抗するにはいい囲いだと思います。高美濃囲い、そして高美濃囲いから5六歩を突き、そしてその後に6七銀を5八銀とし完成しました。そしてお相手の方も3一銀、そして3二金とし、ミレミアムをどんどん発展させていきますが、この辺りからこちらも4五歩と突き、お相手の方の角を攻めていきます。お相手の方が5三角としたタイミングでこちら5五歩と歩を伸ばし、そして5筋から攻めていく方針であります。そして6五歩と飛車と角の可動域を上げ、そして5五角と5筋の歩を取り、そして8二の飛車に狙いを定めたいと思います。これに対しお相手の方は6四歩とこちらの角を受けてきましたが、これに対しこちらも5四歩と5三の角を狙っていきます。5三角の角の頭が急所になりやすいので、ここは5四歩とし、お相手の方の角の頭をとがめ、4二角としたタイミングでこちらは6四歩と飛車先の歩を伸ばしたいと思います。お相手の方も8七歩成とし、と金を作りますが、こちらも6三歩成とし、お互いと金を作ることができました。ここでお相手の方は7八ととこちらの飛車に攻撃をしてきますが、ここは落ち着いてかわしておきます。そしてお相手の方は8九飛車成とし竜を作りましたが、こちらも5三と6三の地点にと金ができたので、こちらも良くなったかと思います。こちらは高美濃囲いプラス5八銀型で、囲いの硬さはかなり硬いので、あとはと金を繰り出して攻めていけば、おのずとミレミアムを攻略できるかと思います。さあ、ここでお相手の方は7八桂打ちとしました。これは落ち着いて6四飛車とかわしておきます。ここで次にお相手の方が手番を生かして持ち駒の歩を使って6筋に歩を垂らしてと金を作る狙いかと思いますが、こちらも5三のと金を使って4二の角を取ればおのずと良くなるかと思います。また3三桂馬を攻める手もありますが、自玉の玉頭も弱くなるのが気になりました。ですが次の一手をお相手の方がミスしてしまい、それをこちらがとがめてお相手の方の投了となり、この一局は終了しました。9九竜に対しこちらが同角と取り、飛車得となりこちらの勝ちとなります。対局ありがとうございました。はい、2局目いきます。こちらが先手番となりました。こちらが角道を止めて、お相手の方が4二銀5三銀とし、嬉しの銀にしてきます。嬉しの銀に対してはこちらは三間飛車にします。そしてこちらは囲いをまず美濃囲いを作って安定させたいと思います。嬉野流に対してはこちらがまず
囲いを美濃囲いにしっかり囲っておき、そしてお相手の方の攻撃を受けたいと思います。こちらが5、6と突き、そして7、7角を6、8角、そして4、6角と移動させることもできます。このような手筋は四間飛車 VS 棒銀戦法でよくある形なので、そちらの方を参考にしていればより詳しくわかるかと思います。ここはお相手の方の攻めを待つため5、7角とし、お相手の方は7、6歩に対し、こちらが6、5歩とし、お相手の方の銀と、そして8、4の地点の飛車に狙いを定めます。これに対しお相手の方は7、5を銀としてきました。ここではどんどん駒を交換し合ってさばきたいと思います。現在お相手の方の囲いは居玉で、こちらが美濃囲いと囲いの形ではこちらが硬いので、どんどんさばくことが大事かと思います。まずは銀交換をします。駒を交換した後はその駒を使ってお相手の方の玉を攻めていきたいと思います。7五角に対してはこちらも喜んで同角と角交換をしていきます。そして持ち駒に角と銀、そして歩と持ち駒が増えました。まずは安い駒歩を使って攻めていきたいと思います。現在歩を打てる場所は7筋しかないので、7筋の7、4の地点に歩を打ち、桂馬の頭を狙っていきたいと思います。7四歩に対しお相手の方は同飛車としました。こうすることによりお相手の方の飛車の斜めを狙っていきたいと思います。斜めを狙うでした8、3の地点に銀または角を打って攻めたいと思います。ここでは角を打ちました。8、3角プラスこちらは7、2銀と打ち、6、1金を取っていきたいと思います。終盤はお相手の方の玉の周りの金をどんどん剥がしていけば積みやすくなるので、ここは積極的に6、1金を狙いたいと思います。そしてお相手の方は7、2銀を金で取りました。これに対しこちらも同角成とし、7、2の地点に馬が作ることができました。そして素早くお相手の方は6、1銀と打ち、こちらの馬を咎めようとしますが、ここはこちらも8、3の地点に金を打ち、7、2の地点の馬に紐をつけます。そしてお相手の方は7、4の地点に飛車を移動し、7、4の地点の大駒の飛車が使いづらくなったタイミングで、こちらが8、2馬とし、馬を避けておきます。お相手の方は6、9角と割り打ちの角をしてきます。これに対しこちらが6、8飛車と飛車をかわしたタイミングで、お相手の方は8、7角成とし馬を作りました。こちらも9、1の地点の香車を取り、持ち駒を増やします。こちらは6、8飛車の活用のため6、4歩としました。これに対してお相手の方は同飛車と飛車を合わせます。ここでは玉の硬さではこちらが硬いので飛車交換に応じ、そして持ち駒に飛車と桂馬、そして香車が手に入りました。お相手の方の7、3銀に対してはこちらは同馬とし、この同馬が王手となり、
手番を握ることができます。これに対して相手の方は6二銀と打ててきました。7分。こちらは7四馬とし、次に4一飛車打ちで詰みを狙います。そしてお相手の方は6三金打ちをし、こちらの4一の飛車打ちを防ぎますが、ここは構わずこちらが7四馬を金で取り、そして駒をさばいていきたいかと思います。ここではこちらの美濃囲いがまだ崩れてないので、どんどん攻め駒を使って攻めに集中していきたいかと思います。5三香打ちに対しお相手の方は6二玉とかわしました。そして持ち駒の飛車を使って横からお相手の方の玉を攻めていきたいと思います。お相手の方は6二銀と飛車の横利きを受けました。こちらは持ち駒を使って7二の地点の銀を攻めたいと思います。こちらは8三銀打ちをしましたが、ここでは8四桂馬でも良かったかもしれません。これに対しお相手の方も6五馬と馬を守りに使います。ここではどんどん駒をさばいていきれば、おのずとお相手の方の玉が寄るかと思います。5二香成に対しお相手の方は同玉と取れば、こちらが7二竜として一間竜を作ることができます。そしてこちらが待望の一間竜を作りました。あとはお相手の方の4一玉が3一玉、2二玉と逃げるのだけは防ぎたいと思います。お相手の方の玉を逃がさないためにも2二の地点に駒を打ち、出口を塞ぎたいと思います。持ち駒は豊富なので銀が2枚あるので、1枚銀を使って2二の地点に銀を打ち、そして退路封鎖をしたいと思います。この2二銀打ちに対し同金とした場合、4二金とこちらが金を打てば、お相手の方の玉を詰ますことができます。お相手の方は5一香車と受けました。ここではいろんな詰ませ方があると思いますが、自分が選んだ詰ませ方は5三桂打ちです。同香車に対し5二金打ちでこちらの勝ちとなりました。対局ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。